はい、ライブを開始しました。皆さん、間もなく放送始まります。よろしくお願いします。わー、はい、先週はですね、緊張しすぎてテンションが低かったということで、今日はちょっと明るく、まあなるべく明るく喋れるようにと、考えております。まずですね、今日のトークテーマ、夢です。夢にまつわる話を募集してますので、皆さんのコメントもよろしくお願いいたします。FM技能をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後5時を回りました。79.7MHz FM 宜野湾よりサザンブリーズをお届けいたします。本日トロピカルビーチ、サテライトスタジオより、私木曜日担当キャンがお送りしております。ビーチの皆さん、これからも放送してまいりますので、ぜひ、サテライトスタジオの方、ぜひご覧になって放送をお聞きください。この後6時まで1時間私、キャンがお届けしてまいります。はい、ところで今日はですね、トークテーマとしまして、夢を募集しております。将来の夢だったり、昨日こんな夢を見たよとか、そういったことを、募集しますね。と言いますのも、私今週ですね、ちょっとまあいろいろと眠れない日が続いているんですけど、なかなかこの夢というものをよく見る体質で、それも結構覚えてたりもするんですけど、今週割と怖い夢を見たので、またそういったお話をしながら、他の皆さんがどんな日頃どんな夢を見るとか、そうですね、将来の夢でこういう夢がありますよとか、そういったお話を募集したいと思っております。皆さんぜひどしどしコメントいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。早速ツイキャスの方ですね、はい、シュプリームさんから、キャ君こんにちはと、はい、こんにちは、ありがとうございます。シュプリームさん、いつもですね、夜もズブズブな関係で、今日の夜、そうですよ、木曜日なので大家さんが、担当ですけど、大家さんとズブズブですが、僕とも、ぜひズブズブに、はい、よろしくお願いいたします。はい、今日のトークテーマ、夢ということで、募集します。皆さんぜひ、夢に関するなんかエピソード、コメントに載っけてくれれば、と思いますので、よろしくお願いいたします。でテーマはそうですね、夢なんですが、僕も先ほど怖い夢を見たって話をしましたけど、まあ、怖い夢に限らずですね、夢にまつわるエピソードいくつかありまして、なんですかね、まあ、予知夢じゃないですけど、まあ、デジャブみたいな、夢で見たことが現実に起こってしまったとか、それ以外にも必ず何か体調の悪い時に見る夢とか、そういったのが何か幼い頃結構あったので、そういったお話も交えながらちょっと今日はお届けしたいなと思っております。シュプリームさんが「ズブズブってシュークリームのカスタードクリームを拭いちゃったし」ははは、そうです、ありがとうございます。ぜひ僕ともズブズブでお願いいたします。はい、では早速ですね、まあ、今日も1曲目を流していこうかなと思うんですけど、今日の1曲目はですね、僕の好きなアーティストで、まあ、DJ さんなんですけど、Z という DJ さんがいまして、ドイツの DJ さんですね。
この方の曲がすごくなんかメロディアスな、まあ、エレクトロな曲を作ることが得意なんですけど、この方結構女性のボーカルさんとしかコラボしなくてですね、割と日本でいうと中田ヤスタカさんみたいな、Perfume とかキャリーパウンタミンをプロデュースしている中田ヤスタカさんも女性のボーカリストを中心に結構曲作りをされてて、まあ、彼曰く人の声は楽器なんだと、だから音として人の声を使っているので女性の声が使いやすいということなんだそうです。だからそういったこともありますので、多分同じところを感じているのかなということで、まあ、僕はこのアーティストさんが大好きですね。はい、じゃあ一回曲をいきたいと思います。まず1曲目 Z でステン。はい、ツイキャスをお聞きの皆様、いつもありがとうございます。曲の方はですね、リッスンラジオの方でもお聞きになれますので、まあ、曲が聞きたいなと思ったらリッスンラジオに切り替えて、でまたコメント等もこちらのツイキャスの方でもされていただければと思っております。よろしくお願いします。暑いです。今日もいい天気です。ビーチめちゃめちゃ楽しそうですね。僕も混ざりたいです。ぜひ今日は夢ということなので、はい、皆さんの将来の夢や、昨日見た夢などぜひコメントをお越しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっと準備をします。ツイキャスをお聞きの皆様に、今ですねちょうど太陽が薄い雲にかかってるんですよ。でちょっとこうサングラスで覗いたら多分ちょっと虹色に輝いてるぐらいの、まあ、彩雲みたいな感じになってますね。すごい綺麗です。結構この夏場っていうのはですね、雲とこの光の関係でいろんなこの気象現象が起きるので、結構空見上げると楽しいですよ。これだけ天気がいいときは、ぜひ皆さんも雲とか、日差しとかを眺めて、まあ、たまにはですね、この風景が変わる姿っていうのを眺めるのもすごくいいので、僕としてはおすすめします。はい、お聴きいただいた曲は Z で Stay でした。この曲の PV がですね、まあ、Stay というのがとどまってるってことですよね。すごく面白い PV になってます。結構ループするんですよ。最後まで見たらハッというなんかちょっと衝撃のラストみたいな PV になっておりますので、皆さんぜひ検索して YouTube でご覧になられてください。はい、先ほどですね、ちょっと、まあ、下りを忘れてたので一つ入れたいと思います。
メールアドレスの方がですね、797@fmginowa.com、FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。リスンラジオというアプリがございますので、リスンラジオ、リスラジの方で放送をお聞きの皆さんは、全く放送と同じ、音楽も乗った状態で、ラジオを楽しめますので、そちらの方も、検索してお聞きください。はい、では、天気情報に参りたいと思います。ちょっと音がちっちゃい。はい、まずですね、今日のお天気の方から参りましょう。本日27日、南西の風のち東の風晴れ時々曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴う、波 1.5メートル、うねりを伴うということで、そうですね、やはり晴れてはいるんですけどね、12時から18時、降水確率 30%、18時から24時は 10% と、場所によってはちょっと雨があるようです。まあ、ここから見る限りでもですね、ちょっとやはり少し大きめの雲があったりとか、やはり暑いところでは発達したりとかもしますので、皆様一応雨とか夕立にはご注意ください。雷が伴うそうなので、雷が、聞こえたらまず屋内避難してください。はい、日中の最高気温が34度となっております。暑いですね、まあ、日差しがすごく強い、強いと言いながら僕まだ真っ白っていう、はい、最近まだ外であまり遊べてないですね、昔はもうずっと日の下で走り回ってるのが日課だったんですけどね。いやー、だいぶ白くなりました。で、明日の方もですね、降水確率日中ずっと 10% で推移しておりますが、明日も、晴れのち曇り、今日と似たような天気になるようです。で、明日の最低気温の方がですね、28度、で、日中の最高気温が34度と、また今夜もすごく蒸し暑い夜になるようですね。はい、沖縄割と影に入れば涼しいんですが、やはり日差しが強いので皆さん水分補給と注意されてください。今ビーチの方にも放送聞こえてますかね。ビーチにいる皆さんもですね、水の中に入っていてもやはり口から摂取しないと水分は吸収できないので、水の中にいるときこそ、熱中症注意しながら自分の体調管理をちゃんとされていただきたいと思います。せっかくの楽しいリゾート、なかなかこの体調崩して遊べなくなるともったいないですよね。で、学生さんみんな今夏休みだと思いますので、これからも楽しく遊ぶためにもやはり体調管理の方は注意されてほしいと思います。はい、その他気象庁の方から、27日の、気象台発表ですね、名護地区では27時夕方までに低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。あ、ちょっと北部の方は急な大雨で増水とかが考えられるそうです。沖縄地方は太平洋高気圧に覆われておおむね晴れていますが、ところどころでにわか雨となっています。一方、台風第9号が発達しながらフィリピンの東を北へゆっくり進んでいます。27日の沖縄地方、太平洋、そうですね、今台風が9号発生してますよね。で、もう1個太平洋上にもありますが、今太平洋高気圧がすごく発達しているので、もうお互いになかなか進まない状況となっております。で、今後のですね、まあ、動きはゆっくりだとは思うんですけど、まあ、動きがゆっくりなど発達すると思いますので、皆様台風の情報も注意されてください。はい、やはり北部の方は割とそうですね、低い土地の浸水とかって言われているので、ここからちょっと雲確認できないんですけど、やはり急な雨等が、心配されます。まあ、海もそうなんですが、河川で遊ばれることも多いと思いますので、皆さんその河川で遊ぶ際には鉄砲水など急な水位の変化すごく注意されてください。毎年事故がありますので、そういったものはやはり情報によって防げますから、皆さんちゃんと天気を確認して、いくら晴れてるといっても、山の方で降った水が流れてきますからね、注意されてください。はい、では次は道路交通情報に参りたいと思います。
道路交通情報、まず高速道の方ですね、沖縄自動車道高速道路の方、目立った混雑は今のところございません。皆さん、帰宅の際は注意されて運転されてください。はい、次に沖縄、宜野湾周辺の一般道の方の情報に参りたいと思います。今ですね、ぐすくまから、牧港にかけて、多少混雑しているようです。渋滞の方が見えております。あと大蛇場の交差点の方ですね、こちらもだいぶ長い渋滞になってますね。皆さん、だいぶ渋滞長くなるとイライラしがちだとは思いますが、心を落ち着かせて安全に運転されてください。なお、一佐交差点の方は58号線が少し、多少の、渋滞が見られます。あとはそうですね、金子から普天間にかけても多少混んでますね。はい、皆さん、今の時間からやはり渋滞等が出てきますので、車の運転注意を払って、ぜひ運転されてください。はい、ということで、そうですね、一旦 CM に行きたいんですが、 CM の前にまず、今日の、トークテーマ夢ということでまたお伝えしたいと思います。皆様のメッセージお待ちしております。じゃあ一旦 CM に、はい、では一旦 CM です。はい、ツイキャスをご覧の皆様を一緒に増えて、今 CM が流れております。そしてだんだん太陽が僕の顔に当たるようになってきました。眩しいのでそろそろサングラスに切り替えたいと思いますので、よろしくお願いいたします。いやいやいや、すごいですね。サングラスかけるとやっぱりこう虹色がよく見えますね。この雲がやはりちょっと虹色に輝くってすごく幻想的でいいですよね。これがな、写真で収められたらすごい綺麗なんですけど、やはりこのサングラスで見てる映像と、風景とちゃんとレンズで撮った風景って変わりますので、なかなかこう収めることがまだできてなくて、いやでもすごいいい天気。はい、本日はですね、トークテーマ夢となっておりますので、夢に関する、エピソード等を募集しております。あ、キャン君こんにちは。マスヤさんこんにちは、いつもありがとうございます。今日は夢ですよ、トークテーマ何かあればよろしくお願いします。将来の夢、昨日の夢とかですね。はい、では放送戻ります。はい、時刻は午後5時、17分を回っております。サザンブリーズ木曜日担当、私キャンがお送りしております。今日のトークテーマですが、夢となっております。皆さん、見た夢、怖い夢、などなど不思議な体験とかですね、夢が現実になっちゃった、あとはまた将来こういうことをしたいんだとか、そういう夢とかもですね、大きく今回メッセージ募集をしますので、ぜひコメントの方よろしくお願いします。早速シュプリームさんから、テーマ夢ベタですけど、一番の夢、は沖縄移住ですね。北部が好きなので、本部あたりがいいなと思っていたのですが、FM ギノワンを聞くようになってギノワンもいいなと思うようになりました。ありがとうございます。そうですか、そうですね、シュプリームさん東京ですよね、お住まい。沖縄移住、
まあ、でもですね、やはりこの暑さとか、割と毎日続くと結構大変だっていう方もいますけど、まあ、住みやすい場所ではあると思います、沖縄って。ただ地域にもよりますけどね。はい、やはり本土の方が移住して苦労されるのはやはり文化的な違いっていうのもありますので、僕の住んでる沖縄市っていうところは結構特殊でですね、エイサーの町って言うんですけど、やはりこのお盆が近くなる時期っていうのは皆さん練習されますので、夜結構台風とかボン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 鳴ったりとか、それでやはり、まあ、沖縄基地も多いですので、深夜になる直前とか夜までは結構飛行機、ヘリコプター飛んだり、まあ、放送にも、ね、ヘリコプターの音乗ったりしますからね。そうやって結構建物にでも音が聞こえるって状況もあるので、割とこの騒がしい状況でも平気な方でないとなかなか難しいのかなっていう場所もいっぱいあります。まあ、北部でも最近は結構ヘリパッドもあるので、なかなか静かな場所っていうのは本島中にはないのかな。まあ、ただただですね、やはり景色はいいですし、料理も美味しいですし、お酒も美味しいですし、まあやはり沖縄移住っていうのはやはり本土の皆さん憧れるように結構いろいろ魅力があるっていうのも事実ですので、だからそういった情報をちゃんとね、移住を計画されている方っていうのはいっぱい仕入れて、最近では市町村によってはですね、プレー移住みたいなこともしているところもありますので、だからそういったものを活用して、やはり移住っていうのはすごく大変ですよね。自分の人生そのまま預けるわけですから、ちゃんとそういったものを大事にして計画されてほしいなと思います。シュプリームさん、ありがとうございます。夢ということで今回募集してるんですけど、僕がですね、じゃあ最近こう怖い夢を見たんで、夢っていうテーマにしようって思ったんですけど、これちょっと後に置いておいて、幼い頃ちょっと不思議な体験をした話をしたいと思います。小学校1年生の時にですね、初めて飛行機に乗ったんですよ。で、なんで飛行機に乗ったかっていうと、それは岐阜にいるおばがですね、結婚するということで、うちの母の妹にあたるんですが、母と一緒に自分たち兄弟3名いるんですけど、幼いながら飛行機に乗って岐阜の結婚式に出席するために、まあ未だに覚えてます、1月2月ですかね、すごい寒い時期に岐阜に行きました。でその時もちろん沖縄本島からも出たことないぐらいだったんですけど、夢で見たことない風景を見たんですね。でその時は全然夢だったので、もうなんか変な夢見たなぐらいの感覚だったんですよ。そしたら当日、まあ、結婚式行きます。で結婚式終わって後の二次会会場に移動する時のその周りの風景がまんまその1ヶ月ぐらい前に、その行く1ヶ月ぐらい前に見た夢の風景だったんですよ。もう僕怖くてですね、もう何が起きてるか分からなくて、で川があるのも、そこになんか岩があったり、このなんか、まあ、金のこの感じとかですね、で通りの下とかもなんかこう坂から下って左側に居酒屋があるんですけど、その場所まで分かるっていう不思議な体験をしたことがあります。この時は何なんだろうなって思って、すごい怖くて何が起こってるか分からなくて、すごいなんかまあ泣きじゃくるまでいかないですけど、もうずっと起きてガタガタしてたっていう覚えがあるんですけど、皆さんどうですかね、こんな不思議な体験とかってしたことありますかね。割と意外とですね、この夢っていうのは脳科学的な分野で言ってもいろいろ脳の分泌する物質っていうのがいっぱいあって、でどう作用してるか、脳自体の構造が複雑なためにあまりよく分かってないらしいんですね。なのでまあ、夢の時間が長く感じるとか、いろいろ結構そういうものに関してまだまだ解明されてない部分も多くてですね、夢っていうのが一体どういう作用があるのか、実際ただ単に脳を休めてるだけなのか、いろいろ
まあ、説に関してもいろんな説があってまだまだ解明されてない部分も多くてですね、まあ、僕は科学が好きなんですけど、割とこういうちょっと不思議な体験とかもいろいろあるので、まあ、どうやったら説明できるのかなって非常に興味深いところではあります。はい、でここでですね、熊本バッテン友人正也さんからコメントが来ております。自分の昨日見た夢は沖縄市にマンションを借りて引っ越している夢を見ましたよ。最近 YouTube で沖縄市のマンション物件の動画を見るのがマイブームで夢にも出てきたのかな。ちなみに合わせにいい物件がにやり。おお、合わせにいい物件あったんですか。まあ、でも今はですね、確かに合わせとか、最近はあれですよ、合わせのすぐ隣の小社地区も結構開発が進んでまいりまして、マンションとか建っておりますし、僕はそこの上の宮里って地区に住んでるんですけど、割と沖縄市の外れの方でも結構この住宅が広がってですね、いろんな物件が出てますので、まあ、そういったところもチェックされてはいかがでしょうか。マサヤさんもいずれ沖縄市に移住されるんですか。もうぜひぜひ来てください。もういっぱい飲む場所をいっぱいお教えしますので、はい、一緒に回りましょう。まあ、夢ですよね。やはり本土にいられる皆さん、沖縄市に、沖縄市って今出てましたけど、沖縄に移住することが夢だってすごいありがたいですね。まあ、住んでるものとしてはやはり沖縄の人って結構地元愛強いですよね。このやっぱり沖縄にいることによって割と、まあ、同級生とかみんなつるんで飲みに行こうとかっていうのが沖縄の人の楽しみ方なので、まあ、だから結構沖縄の人はお酒好きだよねって言われるんですけど、まあ、他に遊ぶ場所がないからっていうのもあるとは思います。実際海って言っても沖縄の人は海に入るわけではないので、あんまり海は眺めるもんだ、まあ、その気持ちもすごくわかりますし、まあ、でもマリンスポーツも盛んなので、そういったものに挑戦するとまた世界が変わると僕は思うんですけどね。はい、まあ、夢、まあ、将来の夢とかも皆さんどうかね、今こんな夢がありますよとかっていうのを送っていただければと思っております。今メールが来てるようですね。ちょっとチェックしてみましょう。はい、メッセージ、はい、サザンブリーズにメッセージが来ております。キャン君こんにちは。今日のテーマは夢ということですが、最近毎日海の夢を見るんです。海を眺めていたり海水浴をしていたり船に乗っていたりするんですが、ほぼ毎日海なんです。私は前世が魚だったのでしょうか。私は海に帰りたいのでしょうか。夢占いは幸運が訪れるそうですが、キャン君は夢占い信じますか。お名前、ユニオンの向かいの新妻様から。はい、メッセージありがとうございます。夢占い、そうですね、自分は基本的に占いはいいことしか信じません。はい、なんか悪いことは基本的には信じません。すごく都合のいい人間です。なのでランキングが一番低かったら例えばラッキーアイテムとか信じない。で、あんまりこうなんか自分から夢占いとかって自分から調べないといけないじゃないですか。あんまりそこまでね、なんか情熱を燃やしてこう調べるとかってなかなかそこに時間を割かなくなりましたね。以前は結構好きでいろいろ調べたりとかしてたんですけど、やはり占いっていうのはなかなか労力いりますよね。この読み取るためにいろいろ時間を使ったりとか。はい、占い、まあ、でも夢は結構やはり不思議ななんかあると思うので、意外とでも夢占いって当たるんでしょうね。実際今解明されてないものが多いですからね。はい、夢占いいいかもしれません。はい、では次ですね。キャン君こんにちは。この番組は初めてメールします。おっさんランドリーです。ありがとうございます。はい、夢最近は全然見ないな。なので、